海外、日本を甘く見るな余代官が、一人当たり GDP で日本超えとの報道に、台湾から異論殺到。公益社団法人の日本経済研究センター JCIR は先日、個人の豊かさを示す一人当たり名目国内総生産 GDP で2027年に韓国が28年に台湾が日本を上回るとの試算を公表しました。韓国が今後毎年 6%、台湾が 8.4% 上昇する見込みであるのに対し、日本は 2% に止まることから逆転が起きるだろうとしています。なお、2020年時点で日本の一人当たり名目 GDP は、韓国を 25%、台湾を 42% それぞれ上回っています。この件を今週に入って台湾メディアが続々と報道。6年後に日台の逆転が起こるということになりますが、多くの台湾の人々は実情に即していないと感じたようで、非常に冷静な声が寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。残念だけど、実際の日本の給与はこっちの2から3倍あるよ。給与で日本に追いつくのは無理。なのに、台湾の住宅価格は日本よりも高いというね。日本の住宅価格が安いのはバブル崩壊の影響。台湾でも住宅バブルが始まってるね。中央銀行がコントロールしない限り、給料も上がるけど、住宅価格もどんどん高騰する。インフラ、生活水準、文化。どれをとっても日本の方が上なんだけど、台湾の人口は日本の5分の1だけど、交通事故の犠牲になる人の数は日本より多い。交通渋滞は僕らが先進国になれない要因の一つ。それは間違いないと思う。この国の GDP のうち、不動産投機の貢献度は、単純に分母が小さいから、自然と一人当たりの GDP が高くなるだけだろう。ここで正解が出てしまったな。住宅価格ばかり高騰してて、給料は日本より低いのに、喜んでられるはずがないじゃないか。この記事は単なる自己満足。日本の給料は台湾よりも高い。台湾の一人当たり GDP は大金持ちと一緒に合算される。月収10万円以下の人たちに暮らしぶりを聞いてごらん。単純に日本は高齢社会で生産年齢人口が少ないからでしょ。台湾ももっと出生率を上げたいところだけど、台湾はすでに人口過多状態じゃん。外国と比べると子供の数も多いし。でも、日本は発明が得意な国だから大丈夫？不動産投機から生まれた GDP で数字を華やかに飾ってくれてありがとう。大企業だけが貢献する GDP に誇れるものはないな。この10年、一般的な職に就いてる人で、給料が1割アップした人がどれだけいるか。こっちは住宅価格は日本の3倍なのに、給料は3分の1。あまりにも歪んだ経済発展だと言わざるを得ないな。台湾ドルが上昇した一方で、円安が進んだ結果に過ぎない。日本は税率は高いけど、公共インフラにお金をかけて生活全体の質を上げることを厭わないからね。こっちは裕福でも貧乏でもインフラ環境は最悪。正直誇りに思える面がない。ただ、台湾の富は一部に集中している。その事実を忘れてはいけない。GDP。好きな数字を書けばいいだけだ。どうせ国民には何の影響もないんだから。今日一番の笑い話が来たな。アジアで最も高い成長を遂げている。のに、ランチの時にまともな食事すら取れない。日本だとコンビニの時給が普通に1000円とかなんだけど、本当に数年後に追いつけると思える？追い抜くのは時給2000円になった時だろうな。日本を甘く見るなよ。彼らはいつだって卑屈でも傲慢でもないんだ。今この時点で日本人の給与は俺たちの2倍。あと6年で本当に追い越せるの？これはもしかして平行宇宙の物語なのかな？少し前まで韓国を抜くかっていう状況だったのに、今では日本の背中でさえも視野に入ってるのか。住宅価格による GDP の水増しです。台湾の産業が日本を超える日まで待っても遅くない。この予測はあまりにも突飛だと思う。つまり、賃金は日本より低く、住宅価格は日本より高いってこと。GDP は単なる統計であって、実際の生活の質や経済的な自由度とは一切関係ない。香港の一人当たり GDP と家賃による経済的圧迫を見れば、そのことが如実にわかるよ。だけど、住宅価格は高いし、物価だって辛いくらいに高い。こんな見栄を張った生活を送るよりも、みんなで低姿勢で楽しく過ごせれば、それに越したことはないんじゃないかと思うんだよな。合計600以上あるコメントの中に、喜びの声はほぼ皆無。多くの方が、投機による住宅価格の高騰が GDP を押し上げているだけで、実態に即した数字ではないと肌で感じているようでした。